スティーブン・ウェイン・イエーガーは、アメリカ合衆国、ウェストバージニア州ハンティントン出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。初の音速飛行を達成したことで知られる、伝説的パイロットのチャック・イエーガーをおじに持つ。1967年の MLB ドラフト4巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。1972年にメジャーデビューすると、1975年より、 生保守に定着。1977年には、自己最多の16本塁打、55打点、ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでも2本塁打を放った。再び、ヤンキースと対戦した1981年のワールドシリーズでは、第5戦の決勝アーチを含む2本塁打の活躍で3人、選出されたシリーズ MVP の1人となる。 シアトル・マリナーズでプレーした1986年に引退。引退後は、ドジャース参加で、コーチや独立リーグで監督を歴任した後、2013年より、ドジャースの保守コーチを務めている。また、映画、メジャーリーグシリーズには3作とも出演している。敏昇なフィールディングに加えて、投手のリードも良く、ルーブロックから、ジョニー・ベンチ以上と称賛されるほどの強権であった。 ありがとうございます。